トイボールファクトリーです。今回は、神はおっしゃいました、私をテカテカに塗装するのですと。今回は神のお告げにより48分の1横浜ガンダムをテカテカに塗装していきます。今回はめっちゃでかくてパーツも多くて大変ですよ。箱はこんな感じ。デカすぎて価格に収まらない。48分の1 RX78F00 ガンダムは2021年8月21日に発売された通称横浜ガンダムの大型スケールキットです。定価 13,970 円。値段もビッグサイズ、メガサイズグレードのキットだと思っていたんですが、特にグレード表記はなく、イベント限定販売のキットという括りのようです。ガンダムさんと目が合った瞬間、テカテカに濡れというメッセージを受け取り、調合金と合わせてこのキットを購入しました。横浜ガンダムの迫力をどれだけ再現しているのでしょうか。楽しみですね。それでは作っていきましょう。ということで、48分の1 RX78F00 通称横浜ガンダムのビッグサイズキットを作っていきますよ。ズームアップ。もう初っ端からパーツが大きすぎて価格に収まりませんね。このキットは横浜にオープンしたガンダムファクトリー横浜内に併設されているザ・ガンダムベース横浜サテライトにて限定販売されているキットで、横浜動く実物大ガンダムを精密に再現しているのが特徴のキットです。まあでかいのが一番の特徴ですね。社会情勢の影響でなかなか購入するのが難しいキットで、あまり作っている人を見かけないですね。動く実物大ガンダムのイベントが2022年の3月末までとなっているので、入手できる期間も残りわずかとなっていて、様々な意味でレアキットと言えるかもしれません。ビームサーベルを組み立てています。すごい色分け。複雑な組み合わせで横浜ガンダムのカラーリングを再現しているのがこれを見ただけでもわかりますね。当然のように頭部もかなり細かく分割されていて、横浜ガンダムのカラーリングを完全に再現していると言っても過言ではないのかもしれません。頭部バルカン砲の基部が別パーツで色分けされているのはなかなかお目にかかれるものじゃないですね。初めて見たかも。それにしてもパーツが多い。他のメガサイズのキットはパーツは大きくてもパーツの数は少なくて作りやすいキットでしたが、この48分の1横浜ガンダムはシンプルなフレームの割に外装のパーツがとにかく多いです。作っても作っても終わらない。色分けを完全再現するためなんでしょうが、もはや執念のようなものを感じます。その甲斐あってか、横浜ガンダムの複雑な面構成とカラーリングを見事に表現していると思います。そして型だけでこのパーツ笑っちゃいますね。どんだけ複雑やねん。腕のカラーリングはホワイト、グレー、ダークグレー、ブラックの4色で構成されていて、情報量がすごく多いですね。そしてこのキットの最高めんどくさい部位、拳。全ての指が稼働するという夢のキットなんですが、パーツ数多すぎ。指1本につき6つのパーツで構成されているので、指だけで60パーツもあるんですよ。そんなの組み立てるのは面倒以外の何物でもない。面倒くさいので早送り。動画で見るだけなら早送りで済むからいいですね。手のひらのパーツが6パーツあるので、この2つの小さい拳に66パーツが凝縮されているのかと思うとクラクラしちゃいます。続いては腰。他のキットではシンプルな構成が多い部位ですが、ここは7色で構成されていて複雑な作り。よくやるよな。横浜ガンダムはパーツの角にバンパー的なデザインが施されているのが特徴で、パーツの構成がさらに複雑になっています。今までになかったデザインですが、確かにバンパーがあった方がリアリティが出ていいのかも。
さあ残すは足、どんどんパーツを並べていきましょう。ちょっと待って、どんだけパーツ数あるんだよ。しかもこの画面いっぱいのパーツ群は足首だけのパーツ数ですよ。どんだけのパーツ数だよ。テンポの良い編集で誰も気づいてないかもしれませんが、実は仮組だけで4日以上かかっています。キットを組むだけでこんなに時間がかかったのはパーフェクトグレードぐらいじゃないかな。さらに今画面に映っているのは足のフレームのみ。でかすぎる。以前メガサイズユニコーンや60分の1マジンガー Z を作った時はパーツが大きくても数は少なくサクサクと組み上がっていたので完全に油断していました。どんだけの物量だよ。見てくださいよ、足の外装のパーツの数を。どんだけだよ。並べても並べても終わる気配が見えない地獄。とんでもない数です。フレーム邪魔。フレームをどかしても画面に収まりきれない。もはや重ねるしか。やっと並べ終わった。パーツを並べただけで心が折れそうになってますが、まだまだこれからしっかり組んでいきますよ。当たり前ですが説明書の順番通りに組まないとパーツがうまく合わなくなるところがありました。気をつけましょう。ということで組み上がり、まるで寄せ木細工みたいですね。こんな複雑なのに可動ギミックもバッチリ。それでは一通りパーツが組み上がったので全体を組み上げていきましょう。 A3 サイズのカッティングマットを覆い尽くすほどの大きさですね。でかいな。でかいでかいとばかり言っていますが、パーツの精度は高く組みやすい部類に入ると思います。まあとにかくパーツが多すぎるのが大変ですが、時間さえかければ誰でも作れると思います。ということで完成。ズームアウト。でかい。ズームアウトしても全身が映りきってないですね。48分の1で 375mm という大きさなので大迫力。比較用のオリジンガンダムさん小さい。可動に対してどうこういうキットじゃないですが、一応横浜の実物大ガンダムと同じ可動域を持っていると思われます。トゥース。実際にはもっと可動域はあるんじゃないかな。細かいことを言えば足首など実際の可動部位とは違う部分もありますが、大したことじゃないですね。その大きさから来る迫力と完璧な色分けで完全再現と言ってもいいのではないでしょうか。それではめっちゃ大変そうですが、バラして塗装前の処理を行っていきましょう。腕が鳴るね。さてさて加工を行っていきますよ。各部に施された穴モールドをピンバイスで彫り直していきます。これこのように彫りが深くなってメリハリがつきました。すべての穴モールドを彫り直すとモールドがはっきりして違いは一目瞭然。それではすべての穴モールドを彫り直していきましょう。ちなみにこの横浜ガンダムの穴モールドはなんと400個近くあるようです。見えるところは全部彫り直していますよ。ピンバイスでの穴モールドの彫り直しは難易度の低い加工ですが、さすがに数が多いと心が折れそうになっちゃいますね。バンパー部の穴モールドが特に造形が甘くなっていたので、ここだけでも彫り直すとすっきり見えるかも。目立つところや気になるところだけ彫り直すのもありかもしれません。しかしやってもやっても終わらん。一体なぜ俺はこんなことに時間を費やしているのか。そして心が折れるより先にドリルの方が折れてしまいました。これまでたくさんの穴開けてたからな。今までありがとう。ということでタミヤの精密ドリル刃を代わりに購入してみました。ドリル部分が短くて折れにくそう。新しいドリルは切れ味が違いました。以前のドリルと比べるとサクサクと穴を掘っていきます。前のドリルは寿命だったんですね。工具の入れ替えもしていかないといけないですね。ということでサクッと穴開け終了。さあ続いては表面処理ですよ。まずは分かりやすい腰のパーツから。大型モデルなので引けがそこら中にあります。金属ヤスリのぐるぐるバーで平面を出していきます。ヤスリがけできたところとそうでないところの差がはっきりしてますね。
さらにヤスリ掛けをして、これで平面になったかな。平面になったところでぐるぐるバーでできた傷をマジックヤスリで整えていきます。400番から1500番までヤスリをかける方向を変えながら傷を消していきます。さらにフィニッシュプレートで磨いて、傷が消えているかどうか確認して、おっ、光沢がちゃんと出てます。いい感じですね。次は目立つ胸の部分を処理しますよ。かなり光沢にうねりがありますね。そのままヤスリをかけると筋彫りが消えてしまうので、タミヤの筋彫り調光ブレードで筋彫りを彫り直します。胸は顔に近くて目立つところなので丁寧に処理したいですね。綺麗にできたかな。筋彫りの彫り直しが終わったので表面処理を開始。ちなみにこの引け処理は一部しか動画にしていませんが、全身の外装を処理するのに4日以上かかりました。背中がバキバキに凝って死ぬかと思いました。この地道な作業は果たして報われるのだろうか。あー疲れた。やっと楽しい塗装の時間になりました。今回もサフレス塗装、クリーニングブラシでホコリと静電気を除去して、まずは EX ブラックで塗りにくいところから塗装していきます。塗装しやすいところというか、一番目立つところは最後に塗装するようにしています。目立たない部分を最後に塗ると目立つ部分に余分な塗料をつけてしまうことがあるんですよね。漫然と塗装しているように見えて、いろいろ考えながら塗装しています。続いては EX ブラック、またかよ。細かい傷を消すために乾燥を挟んで EX ブラックを重ね塗り、再びの EX ブラック。ホコリが入っていたので3000番のスポンジヤスリでホコリを削り取って、 EX ブラックを重ね塗り、傷が消えたかな。こちらも下地塗装、バーチャロンカラーのローズディープレッドで黄色のパーツを塗装していきます。そしてスターブライトゴールドを塗装。ローズディープレッドを下地にスターブライトゴールドを塗装すると温かみのある金色になります。そしてこちらは EX ブラックの下地にスターブライトゴールドを塗装。先ほどの金色と比べると一目瞭然、結構違いますよね。そしてこちらはスリッパのパーツ、赤色の部分ですね。こちらはスターブライトゴールドを下地にします。そして GX メタルブラッディレッドを塗装。こちらは腰の濃い赤色のパーツの下地塗装です。はい、ということでみんな大好きキャンディー塗装のお時間です。クリアーレッドを重ねていきます。キャンディー塗装のクリアーカラーはムラやたまりができやすいので、少しずつクリアーカラーを重ねていきます。不透明の塗料なら一度に数回塗り重ねるんですが、クリアーカラーは1回のみ、乾燥を挟んでから重ね塗りしています。いい色になった。腰の濃い赤色の部分は下地に GX メタルブラッディレッドを塗装していたので、クリアーレッドを2回重ねるだけでいい色になりましたが、金色下地の部分はもっと重ね塗りが必要ですね。塗装の回数が増えると失敗する確率がぐんと上がるので、もっと楽に塗装する方法がないかな。そしてスターブライトシルバー、胸の明るい青いパーツの下地です。この後に塗装するメタリックカラーを明るくするために塗装してみました。続いては GX メタルブルーを塗装します。むむ、ホコリが入った。ピンセットで取り除いて、ホコリの跡が残ってしまいました。3000番のスポンジヤスリで慣らして、再び GX メタルブルーで塗装。メタリックカラーは塗り直してもバレにくいのでいいですね。続いてはサファイアブルー、胸の濃い青色を塗装します。 GX メタルダークブルーでも良かったんですが、ちょっとミステリアスな感じがするのでこっちを選んでみました。そして EX クリアで光沢を出していきます。塗料1、溶剤3で希釈した薄い EX クリアでトップコート。希釈率が高く複数回重ねる必要がありますが、なし地になりにくくなります。3回ほど塗り重ねて終了。テッカテカと思ったんですが、胸部パーツの色が薄すぎる感じだったのでクリアブルーを重ねてみました。さっきのカットと色が違う、目がいいですね。
カメラを買い替えたので途中から画質と色再現性がアップしております。ほら、新しいカメラの画質いいでしょう。しかし色の差が大きいですね。明るすぎる感じがします。クリアブルーを塗った時にできたたまりも気になるところです。どうしよっかな。気に入らないなら EX ブラックで塗りつぶしてしまえばいいじゃない。完全に真っ黒。そして虎の子のプリズムメタリックブルーバイオレットの登場です。これで一気に塗装してしまいます。濃い青色のパーツをクリスタルカラーのサファイアブルーで塗装したので、こちらのプリズムメタリックブルーバイオレットがさらにミステリアスな雰囲気を強調してくれるのではと期待して塗装してみました。ご覧ください、こちらはフレームのパーツですよ。塗装がだいぶ進んだと思っている皆様、まだまだ序盤ですよ。ほとんど見えないフレームパーツはサクッと塗装してしまいましょう。 EX ブラックを下地に塗装してガンメタルをさらに塗装。これでフレームカラー塗装終了。そしてこちらはフレームではないメカニカルなパーツ、こちらも EX ブラックを下地に塗装。ちなみに今塗装しているのは指の走行パーツです。シュラスコ EX ブラックの上からメタルカラーアイアンを塗装。乾燥後にティッシュで拭うと鈍い光沢が出るお気に入り塗料です。ちょっとだけ塗り足しポイント、ももの裏側のシリンダーをスターブライトシルバーで塗装して、スターブライトゴールドで部分塗装。マスキングテープでシリンダー部をぐるっとマスキングして塗装。いい感じに塗装できました。塗装が折り返しに差し掛かったこのマスクの防塵フィルターを見てくださいよ。だいぶ黒くなっています。新品と比べるとこの黒さ、これみんな塗料の粉塵なんですよ。マスクをしていなかったら全部肺に入っていたかと思うと恐ろしいですね。このマスクをしていると匂いも全くしないんですよ。目には見えない有機溶剤からもしっかりと防護してくれています。光沢塗装は特に大量に塗料を吹きつけるので防毒防塵マスクは必須と言っても過言ではないですね。フィルターを定期的に交換して健康を保って楽しく塗装を続けましょう。何度目だ EX ブラック。今度はダークグレーの外装を塗装します。たっぷり EX ブラックを塗装してスターブライトシルバーを塗装。実際の横浜ガンダムのダークグレーの外装は個人的にはちょっと暗すぎる感じだったので明るめに塗装してみます。スターブライトシルバーの上にパールシルバーを塗装してきめ細やかな明るいシルバーにします。これでいい感じ。続いてもスターブライトシルバー、グレーの外装の下地に塗装します。見た目はそんなに変わらないですね。ちょっとメタリックな感じがしてるかな。その上にニュートラルグレー1を塗装していきます。白など明るい色の塗料は下地の影響を受けやすく、下地にスターブライトシルバーを塗装してその上にニュートラルグレー1を塗装すると若干暗くなります。続いてはアメジストパープル、暗くなったニュートラルグレー1の上にちょっと色味を足してあげましょう。ちょっと紫が見える。さらに EX クリアでクリアコート、光沢を出していきます。こちらも3回ほど塗り重ねてしっかり乾燥させておきます。テッカテカ。再びのニュートラルグレー1、白い外装パーツを塗装します。今度は下地なしで直接塗装。グレーのパーツとは下地にスターブライトシルバーを塗装したかしてないかだけの差なんですが、これでも結構色の差が出るんですよ。塗料を混ぜて自分好みの色を作るのもいいんですが、塗装中に塗料が足りなくなった時、もう一度同じ色を作るのは大変ですが、市販の塗料だけで塗装するなら足りなくなっても買ってくれば済むので重ね塗りを多用するようになりました。ムラになりやすいですけどね。さあ完成が見えてきましたよ。スーパーカットコンパウンドポリッシュで光沢に磨きをかけていきます。タミヤコンパウンド用クロスにコンパウンドをちょっとつけて丁寧にパーツを磨いていきます。今回は大型キットということでフィニッシュコンパウンドまでは使わずポリッシュのみにしておきました。左のコンパウンドをかけたパーツと右のコンパウンドをかけていないパーツを比較すると照明の反射がすごくシャープになっていますね。めっちゃ綺麗。そして人生はままならないもの、
左の頬当てのパーツにホコリが入ってしまい、それを除去しようとヤスリをかけたらアメジストパープルの層まで削ってしまいました。高精細なカメラでもほとんど見えないんですけどね。カメラに映らないならいいんじゃねとも思いますが、作者自身が気になったんだからしょうがない。はい、塗り直していきますよ。デジャビューじゃないですよ。超めんどくさい。横浜ガンダムは塗装の量が半端なくて、もうすでに HG クラスを5体分は塗装した気分なんですよね。そしてこの方当て、実はもう1回塗装し直しますが割愛いたします。僕もね、同じ映像何度も見せるほど鬼じゃないですからね。超合金横浜ガンダムの登場、デカールがいっぱい貼ってますね。これを参考にビッグサイズの横浜ガンダムにデカールを貼っていきます。今回も使用するのはデカールの透明なニス部分を剥がせる MYK デザインのグッドマークデカール、明日のデカールを貼っていきます。最近は続々と新しいデザインのデカールが増えてありがたいですね。タミヤのデカールのりでデカールをパーツに貼り付けていきます。明日のデカールはデカールのりを使うことを推奨しているそうで、ニス部分を剥がす際にデザイン部分がパーツに強力に貼り付いていないとニス部分にくっついて剥がれてしまうことがあるそうです。なのでデカールのりをちゃんと乾燥させるため、デカールを貼ってから最低でも丸1日は乾燥させておく必要があります。だから明日のデカールという名前なんですね。まあ全身にデカールを貼るのに丸1日以上かかったんですけどね。さあどんどん作業していきますよ。こちらは LED ライトユニット、横浜ガンダムのキットに標準で付属しているものです。 LR41 のボタン電池が2つ必要でコンビニで購入してきました。蓋を閉めてスイッチオン、点灯テスト OK。 頭部に LED ライトユニットを収納して、光ってる。でもちょっといまいち暗い気がします。そこで登場、ラピーテープ。頭部の中にラピーテープを貼って LED ユニットの光を反射させて光量を増やそうという算段です。頭部内部にできるだけラピーテープを貼って反射を稼いでいきます。とにかく貼りまくる。ペタ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 、組み立ての邪魔にならないギリギリまで貼っていきます。目の後ろにも貼り付け、これで組み立てて点灯。おっ、ちょっと明るくなった気がする。はっきりしたような感じがしますね。まあやってよかったんじゃないでしょうか。膝のポジションライトのクリアパーツの裏にはラピーテープを貼ってキラッと光らせましょう。余分なところを切り取ってクリアパーツをはめ込み、キラッとしてますね。そしてこちらは肩のポジションライト、ラピーテープを貼るにはちょっと小さいのでガンダムマーカー EX、 ガンダムメッキシルバーを塗装していきます。ガンダムメッキシルバーはメッキのような塗装ができるガンダムマーカーですが、塗膜が非常に弱く簡単に剥がれてしまうのですが、クリアパーツの裏側なら塗装が剥がれてしまうことはないのでちょうどいいんではないでしょうか。キラーピ。手首にライトのモールドっぽいものがあったのでスワロスキーを埋め込んでみましょう。水性接着剤のデコプリンセスを爪楊枝にちょっとつけて、スワロフスキーを貼り付けて、これで完成。キラキラ。こちらも同様にサーチライトかな、スワロフスキーを埋め込んで、キラキラ。さあ墨入れを行っていきますよ。今回は色分けが完璧なので部分塗装は行わず墨入れだけをやります。パカリン。下出るカラーのナルンオイルをパレットにちょっと出して水を加えて薄めておきます。そしてキッチンマジックに台所用強力洗剤をスポイトで加えて、こうすると墨入れに使えるようになるとプロモデラー林哲平さんのツイッターで見たんですが、おー気持ちいい。筋彫りに沿って毛細管現象で塗料が流れていきますね。エナメル塗料の墨入れのようです。めちゃめちゃ簡単ですね。比較してみると綺麗に墨入れができています。バッチリじゃないですか。今まで下出るカラー現役で墨入れを行っていましたが、
塗料の粘度が高く筋彫りをなぞって塗装してはみ出した塗料を後で拭き取るという手間が必要だったんですが、これならはみ出しも少なくなるのですごくいいですね。定番化できる技法だと思います。クスイガンダムの時は金色の墨入れを行ったんですが、拭き取りがすごく難しかったのでこの方法でやっておけばもっと簡単にできたのかもしれませんね。いろんな技法がシェアされてありがたいですね。シェアといえば12月に投稿後はチャンネル登録者数5万人を突破しました。ありがとうございます。さすがに5万人になったんだから表だった SNS があった方がいいかなとインスタグラムを始めてみました。今回の制作のようにやたら時間がかかって動画の更新の間隔が空いた時など生存確認がてら覗いていただければと思います。まあインスタグラムってどう使ったらいいかまだよく分かってないんですけどね。ブラックウォーグレイモンへのコメントありがとうございます。コメントにいいねがつくと動画の更新が近いと気づかれた方がいらっしゃいました。当たりです。いいねをつけている時はまさに今このナレーションをつけている時です。本当はすぐにリアクションをしたいところなのですが、コメントがつくと YouTube から通知が来て分析のサイトに表示されるんですが、リアクションしちゃうとその分析サイトから表示が消えちゃうんですよね。せっかくのコメントなのでずっと見ていたい、なのでギリギリまでリアクションを先延ばしにしています。他にも汗目消しや引け処理が上手くなるとモテると思っていたという方がいまして、ショックを与えてしまったようです。ごめんなさい。でも事実なので受け入れましょう。そういえばウォーグレイモンの腕がひねれないという話をしていたんですが、少し加工することでひねれるようになっているみたいですね。ありがとうございます。これから作られる方は挑戦してみてはいかがでしょう。超合金横浜ガンダムへのコメントもありがとうございます。なかなかご時世もあって行きづらいという方が多いですね。もっと期間を延長してみんなが見に来れるといいんですけどね。せめてこの48分の1横浜ガンダムの通販でもやってくれると嬉しいんですが、作るのめちゃくちゃ大変ですけどね。この動画で少しでも魅力が伝わるといいな。超合金会もぜひ見てね。あとなんか顔っていうコメントがいっぱいついてましたね。おじさんにも顔くらいついてるよ。3度目の正直、方当ての塗装が終了しました。組み立てていきましょう。これで頭部の組み上がり。いやーかっこいい。大スケールならではのディティールとシャープさがたまらないですね。ニュートラルグレー版の塗り分けもバッチリ、光沢もかなりいい感じです。それでは全てのパーツが整ったので全体を組み上げていきます。ハイライトの外側に紫色がうっすら見えるのが萌えポイント。たまらないですね。大面積の光沢が最高です。見てよこの足。いやーじっくり見ちゃうね。胴体の光沢もいいね。この組み立てている瞬間がたまらないです。ワクワクが止まりません。ということで完成。んーやったかっこいい。正直これだけ大きく角張ったキットを光沢に仕上げるのは無理かなと思っていました。大面積の塗装を光沢に仕上げるのは非常に難しく、下地を生かした薄い塗装はさらに難易度を上げてきます。以前に作ったメガサイズユニコーンは泣く泣く艶消し塗装にせざるを得ませんでした。しかしその悔しさを解消するべく機材を更新したり技法を習得したりしてなんとかリベンジを果たせたと思います。いやー大満足ですよ。ということで今回は48分の1 RX78F00 ガンダム、通称横浜ガンダムをテッカテカに塗装しました。48分の1という大スケールが織りなす完璧な色分けと詳細なディティールで横浜の動く実物大ガンダムの感動を再現したこのキット、それを光沢に仕上げるという無謀な挑戦でしたが、今まで感じたことのない壮麗さを称えた光沢を得られました。ということで今回は48分の1 RX78F00 ガンダム、
通称横浜ガンダムのテッカテカ塗装でした。また次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。照明は CG で消します。今年も頑張るよ。